2005年からドラえもんの声を担当し、2021年で16年目になる水田わさび、水田わさびさん、子供の頃からドラえもんは水田さんという人も増え、だいぶ定着してきているようです。今回は、そんな水田さんの結婚や出産について調べてみました。年収の情報についても、合わせて紹介していきましょう。水田わさびのプロフィール、愛称水田さん、本名不明。生年月日1974年8月4日。身長158センチメートル。出身地三重県長郡青山町、現伊賀市。最終学歴三重県立名張青豊高等学校。所属事務所青鬼プロダクション。目次、水田わさびは結婚しいて子供もいる。出産の際に看護師を驚かせたエピソード。水田わさびの年収。水田わさびは結婚しいて子供もいる。水田わさびさんは一般男性と結婚していて、娘さんが2人います。独身のイメージを抱いていた人もいたようで、SNS では少し意外という声がありました。旦那さんも娘さんも芸能活動をしているわけではないため、詳しい情報は公表されていません。ですが、水田さんのブログではユニークな名前で登場しています。芸名のわさびから取り、夫はわさ夫、長女は小わさ、次女はわさ子という名前で呼んでいるのだとか。いずれも水田さんらしい楽しい呼び方です。旦那さんのわさ夫は秋田県のわさおを連想させるので、優しそうな雰囲気があります。結婚の時期については情報が出ていないようですが、ドラえもん役が決まった時にはすでに結婚していたようです。水田さんは当時のことをこのように振り返っています。ただ、藤子 F 不二雄先生を崇拝している夫から、お前には務まらない。辞めるなら今だ、と言われたことは、一生忘れられないです。引用元、ドラえもん、声優、水田わさび、夫から、辞めるなら今だ、と反対された日は明かす。何も考えられないほど戸惑っていたという水田さんは、わさ夫さんの言葉で作品の大きさを実感したのだとか。確かに、国民的なキャラクターを引き継ぐというのは大変なことです。わさ夫さんは、藤子さんの作品を愛しているからこそ、新しい声を受け入れられない人からの批判なども心配していたのではないでしょうか。実際に交代してからは賛否両論が巻き起こりましたが、水田さんが長く活動できている理由には、家庭でのわさ夫さんの支えもあるのでしょう。ちなみに、水田さんは俳優の久保田雅功さんと結婚したという噂については、全くの間違いです。久保田雅功さんは女優の水川あさみさんと結婚しているので、聞き間違いや読み間違いが続出したものと思われます。出産の際に看護師を驚かせたエピソード。水田わさびさんには、出産時の有名なエピソードがあります。陣痛が起こってナースコールをした際、声がドラえもんのようになってしまい、看護師を驚かせたというものです。ドラえもんからのナースコールみたいとナースセンターでは大盛り上がりだったとか。この出来事はファンの間でも爆笑エピソードとして語られています。確かに本人は大変だったわけですから、あまり笑うのも申し訳ないというのはわかります。ですが、自分が看護師の立場だったとして、ナースコールから聞こえてきた声がドラえもんそっくりだったとしたら、果たしていつも通りに対応できるでしょうか。予想外の事態に思わず笑いが出てしまったとしても、無理はないでしょう。普段ピリピリしているナースセンターが、水田さんの声でワンダ可能性もありそうです。ちなみに、
このエピソードからは水田さんがドラえもんを元に近い声で演じていることもわかります。声優さんには役によって全く違う声を作るタイプと声をあまり変えずに演じ分けるタイプがいるようです。水田さんの場合は後者なのかもしれません。独特の魅力がある水田さんの声にはファンがたくさんいます。先代である大山信代さんが築いてきたものは確かに大きいですが、このまま続けていけば、私の最高のドラえもんは水田わさびという声がもっと増えていくのではないでしょうか。国民的キャラクターを背負うのは大変だと思いますが、ぜひ頑張ってほしいものです。水田わさびの年収、水田わさびさんの年収については詳しい情報は公開されていないようです。ネット上ではドラえもん関連の年収は300万円以上あるのではないかという噂があるようです。ドラえもんの仕事はテレビアニメや映画以外にも CM やイベント出演など様々です。すべてを総合すればもっと多い可能性はありそうです。水田さんはドラえもん以外にもいろいろな作品に出演しており、ナレーターの仕事もこなしています。情報バラエティ番組ラビットなどのナレーションで水田さんの声を聞いている人も多いでしょう。そうした仕事も含めて考えると実際の年収はかなり多いのではないでしょうか。